山さんとあと鈴木大輔君がいてスノーボードに連れてってもらって、そこでなんかもうこらーってなって、木工は本当にじいちゃんの影響が大きくて、なんだかんだ20年ぐらいいろんなもの作って、それが僕の中で一番今大事にしているとこかもしれないですね。ストリートレールから始まったんですよ。今考えるといろんなスノーボードを経て肌にしてって感じ。